ブラックブックは2006年のオランダの戦争サスペンス映画。ポール・バーホーベン監督が母国オランダに戻って制作した作品で出演はカリス・ファン・ハウテンとセバスチャン・コフホなど第二次世界大戦時ナチス占領下のオランダを舞台にしている p g 1に指定。スウェズドーラン直前のイスラエルで教師をしているラヘルはオランダから観光に来た女性に声をかけられる。 その人物は戦争終結間際のドイツで知り合った人物だった。再会をきっかけに戦時中の辛い思い出を振り返る。ナチスドイツによる占領中のオランダでユダヤ人であるラヘルは隠れ家でひっそりと暮らしていたが、ある日隠れ家が爆撃されてしまう。難を逃れたラヘルは偶然居合わせた男の家へ身を寄せるが、そこへオランダ警察であるという男が現れ。 すぐに、ドイツ兵がやってくるため逃げる、よう警告する。その男の手引きで逃げることにしたラヘルは、離れ離れになっていた家族と共にまだ、ドイツに占領されていない地域へ船で逃げようとするが、突然現れたドイツ兵に襲撃され、家族を皆殺しにされる。復讐を誓うラヘルは助けてくれたレジスタンスに加わり、名前もエリスに変える。無線機器を列車で運んでいた際に情報部の、 トップである、ムンチェ大尉と居合わせ、同情することになる。これを縁に、ユダヤ人であることを隠して、ムンチェ大尉の愛人となり、ドイツ軍に潜り込みスパイ活動を始める。カッコ内は日本語吹き替え全悪の悲願に見置く、バーホーベン監督らしくナチスを完全な悪人として、描かず、レジスタンスも、善人ばかりとして描いていない。ロッテントマトズによれば、批評家の一致した見解は、 セックス、暴力、そして道徳的相対主義が激しく混じり合った、ブラックブックは、恥知らずなほど面白いメロドラマである。であり、百五十五件の評論のうち高評価は七十五パーセントに当たる百十七件で、平均して十点満点中七点一零点を得ている。メトクリティックによれば、三十四件の評論のうち、高評価は二十七件、賛否混在は三件、 低評価は4件で、平均して100点満点中71点を得ている。ありがとうございます。